はい、こんにちは。北海道から来たんですよね。最初のきっかけは、しびれがひどくて、運動も、ほとんどできずに、ずっと辛い思いをずっとしてきたんです。ずっと、はい。それで病院に行ったけども、はい、手術をすれば楽にはなると言われましたが、右も左も首が動かない。というふうに言われまして、まだ15歳だよね。非常に苦しいんだね。ね、北海道から来て今ホテルに泊まって毎日2回治療しています。どう感じは？もう最高にいいです。ああ、よかったね、はい、ああ、もうすぐねやる気が出てきてるから。でもうしびれもないでしょ？全くないです。ああ、よかった。はい、それじゃあ治療してみましょう。はい、はい、どうぞ向こうで休んどってください。はい、よいしょ。はい、こっち側ね。もうレントゲン頭の中に入ってますから。はい、こっち側横向いて、はい、横向きです。こっち側、こっち側、はい、よいしょ。はい、まっすぐ力抜いて、よいしょ。はい、こっち、今度はこちら、はい、こっちを、はい、足をもっと後ろ、お腹を下にだらーんとして、深呼吸吐き出して、全部下ろして OK。 はい、こっちです。はい、首がだいぶ動くようになった。OK。 レントゲンはこっち持ってきたよね、はい、こっちにカルテをちょっと出してもらえるかな。さっきの患者ね、ものすごくいい、もう今まで僕50年やって、はい、初めてあんないい首に出会った。これが全く、これ今逆のカーブしてるんですよ。これこうして、正常はこうならない、これに近いカーブしてました。彼の場合はもう全く逆であり、これが変形してきちゃってる。だからこれをまた元に戻す。だからスポーツもやりたいでしょ？やりたいです。ね。今までできなかったでしょ？はい。これから何でもできるよ。頑張ってね。はい。ね。もうやる気がだいぶ出てるよ。どう、そうでしょ？あ、もうそうやる気出てます。ね。もう北海道に見た時は、あの時と顔がもう全然違う。良くなった。ま、頑張ろう。ね。はい。いいです。Thank you.